坪井智也は東京都江東区出身の元プロ野球選手、コーチ。2014年に現役引退後、2015年から横浜 DNA ベイスターズの一軍打撃コーチを務める。父親は元プロ野球選手の坪井新三郎。親子ともに PL 学園高校を卒業。後に社会人野球を経てプロ野球選手となった。幼少期は愛知県名古屋市。 大阪府三島郡島本町で過ごした。父は元プロ野球選手で内野手の坪井新三郎。プロ野球選手の息子という環境もあり、幼少時代から遊び道具がボールとグラブとカラーバットみたいな状況で自然と野球を始めていた。父親が右投げ右打ちで親戚にも左利きの人物がいなかったため、自分も右利きだろうと考えていたが、 野球のセンスが全くなく、お前の一番投げやすい方法で投げてみろと父親に言われて投げたのが左だったことから自分が左利きだったことを初めて知った。坪井は小学生の時に経験コンビで甲子園を沸かせていた PL 学園に憧れて PL 学園に進学する。PL 学園では1年生の秋から外野手としてベンチ入りし、その後投手として活躍していた。 坪井の一学年上には、えいり作、一学年下には、今岡誠、二学年下には、松井和夫が在籍していたが、自身は在学中に、甲子園に出場することはできなかった。高校卒業後は、青山学院大学に進学する。1993年に、国母ゆうらを擁して、春季一部リーグを制し、全日本大学野球選手権大会を優勝して、 大学野球日本一を勝ち取っている。東都大学リーグ通算86試合出場、286打数70アンダー打率、2457本塁打、47打点を記録。大学時代に振り子打法に切り替えて手応えを感じ、1995年周期のリーグでチームメイトの高須陽介に次ぐ打率、409を記録して、 ベストナインに選出された。しかし、この年のドラフトで指名されなかったため、大学卒業後は、社会人野球の競合である東芝へ就職。主に一番打者として活躍し、第51回東京スポニチ大会で打率。476を記録して、新人賞を獲得。都市対抗野球では2年連続ベスト8。第23回社会人野球日本選手権大会で、 チームは準決勝で敗退するが、坪井は14打数9安打打率634を記録して、首位打者賞と大会優秀選手賞に選出された。この年の暮れに社会人ベストナインも獲得している。翌1997年の第24回社会人野球日本選手権大会では準決勝で三菱重工神戸に敗れるが、 二年連続で大会優秀選手賞に選出される。同年、第19回アジア野球選手権大会に出場する日本代表に選ばれた。1997年のプロ野球ドラフト会議で阪神タイガースから4位指名を受け、契約金8000万円、年俸1200万円で契約し入団した。1998年、監督の吉田義雄のもと、 1>, 1月28日の1.2軍振り分けで、新人選手の中で唯一の1軍に振り分けられる。キャンプオープン戦で結果を残して開幕1軍を勝ち取った。開幕の外野陣は、レフトパウエル、センター、新庄強し、ライト、ヒ山新次郎であり、4月前半は、代打、守備固めの起用だったが、パウエルと平塚勝弘が故障したため、4月19日に一番ライトで、 プロイル初スタメン入り。パウエル復帰後の5月前半はスタメンから外れるが、檜山の不審で5月20日からスタメンに復帰し、定着後はセンターやレフトで出場するようになる。7月4日の広島東洋カープ戦で、1回表に、紀頭誠から左中間にへ、プロ初本塁打となる、初回戦闘打者、ランニングホームランを放つ。プロ初本塁打が、 ランニング本塁はにリーグ制以後、竹上白を尾形光一に次いで、史上3人目だが、初回戦闘打者、ランニングホームランは、史上5人目の記録で、新人では、史上初の快挙であった。7月19日以降は一番ライトに、完全定着する。8月27日に規定打席に到達して打率。318でリーグ3位となり、9月になると、 さらに打率を上げた。同年は、横浜の鈴木隆則、広島の前田智則、坪井の3人が打率、330近くを記録する熾烈な首位打者争いとなった。この年に記録した135アンダーは、1948年に後藤嗣夫が記録した129アンダーを更新する、球団史上新人最多アンダー記録だった。なお、 この年は10試合連続安打を記録しているが、阪神の新人選手で10試合以上安打を記録したのは、球団史上初であった。また、球団新人最多となる11度の猛打賞を記録している。新人打率、327という記録は1950年以降に始まったセパ両リーグの2リーグ制分立後の新人最高打率である。加えて、両リーグで、 規定打席到達者は71人いたが坪井だけが閉殺打例であった。新人の規定打席以上で閉殺打例は史上初である。この年は坪井以外の新人選手も活躍した新人法昨年で川上健新、高橋義信、小林美恵が活躍し新人王争いが激化したシーズンだった。最優秀新人は川上健新が受賞したが 坪井ら3人は、新人王に値する活躍をしたと認められ、高橋、小林と共に、連名の特別表彰を受けた。1999年、新たに監督に就任した、野村克也の下、巨人との開幕戦で一番センターのスタメンを、勝ち取るも開幕戦から数試合連続ヒットが出ず、開幕から不振に苦しんだ。 5月以降になると6度の4安打を記録するなど、ヒットを量産して徐々に調子を取り戻し、最終的に新人から2年連続3割打者となる、打率。304を記録。得点圏打率も34、343と1番打者として、打線を牽引し、自己最多となる161安打を記録した。守備でも活躍が光り、セリーグトップとなる11補撮を記録している。 2000年前半戦は好調を維持し、打率3割を記録し、監督推薦枠でのオールスター初出場を果たす。オールスター戦では、石井隆から本塁打を放ち優秀選手に選ばれている。シーズンでは、新人から3年連続の打率3割達成を期待されていたが、厳しい内閣攻めで支給につながったり左肘を故障したこともあり、 オールスター以降に調子を落とす。結局、新人から3年連続打率3割達成はならず、打率272でセリーグの打者最多となる12支球を記録した。仮にこの年に打率3割以上を記録していたら、1960年の長島修行以来の快挙であった。オフには痛めた左肘の手術をした。2001年開幕から、 新人の赤星のりひろの抜擢、大活躍、浜中治の台頭や檜山慎次郎の副長に加え、前年に手術した左肘の赤、本人の極度のスランプ度重なる怪我により、出場機会が激減し、怪我に悩まされるシーズンが続くようになる。スランプの時期には、打撃フォームを改造し極端なオープンスタンスや、振り子打法をやめて、ノーマルなスタイルに変化するなど、 試行錯誤していたが結果を残せなかった。また、プロ入りして、初めて規定打席に届かなかったシーズンだった。2002年、外野手のレギュラー候補に名を連ね、新たに監督に就任した星野千一からも、今年は、坪井の復活に期待してほしいと復活を期待されて、いたが、5月に、内野ゴロで一塁ベースを踏んだ際に足を捻挫してしまいそのまま登録抹消される。 回復が遅いこともあり再診断した結果、薄利骨折と判明し、シーズンのほとんど鬼軍で過ごす。シーズン終了後、野口久子コートの交換トレードにより、日本ハムファイターズに移籍。球団は本人にトレード要因であることを伝えていなかったため、報道後に電話で、テレビで見たと思うけど、とトレード通告をした。 本人はトレードの話は家にいる時にたまたまテレビで流れててびっくりしたと日本ハム遺跡後に語っている。当時の人気選手だった坪井のトレードに球団首脳は渋い表情だったが星野監督は金本が入って出場機会が減る。坪井の野球人生にとってもいい話。野口はどうしても欲しかった。矢野が怪我をしても困らないためにな。 彼が入ったことで、矢野も負けるわけにはいかないと刺激になるだろうと坪ぼとの口のトレードを成立させた。2003年、開幕は6番ライトでスタメンだったが、4月当初は森本木明、エンジェルエチェバリア、島田一騎、西浦勝つ拓の併用もありスタメン起用は多くなかった。しかし、西浦の,の一類主起用や森本の打撃不振により、右翼手のレギュラーを勝ち取る。 阪神時代の巧みな打撃が復活し、序盤から絶好調で、シーズン前半戦終了時点で、パリーグ2位の打率、355を記録し、ファン投票外野手、部門3位で、通算2度目のオールスター出場を果たす。オールスター後も打撃が絶好調で8月中旬まで、同僚の小笠原道博と激しい首位打者争いを演じる。9月に入ると、 前年の骨折で痛めた足首痛が再発し9月の月間打率が1割台と調子を落としたが最終的に新人時代に記録した打率327を更新し自己最高の打率330を記録して復活を果たした阪神入団1年目の1998年に打率327日本ハム入団1年目の2003年に打率 330を記録し、プロ野球史上初の両リーグ1年目で打率3割5位を達成した。2004年3月27日の対、大阪近鉄バファーローズ戦で1番打者として、スタメン出場し、岩隈久さから中越にに塁打を打ち、日本ハム北海道移転後のチーム公式戦発案だとなる。2番新女が送りバントで進め、3番、 小笠原道弘の内野ゴロでホームに帰り北海道移転後のチーム公式戦初得点も記録。6月に入るまでは3割以上の打率をマークしていたが、血膜炎などの病気もあり、スタメンを外れると6月から7月で月間打率2割前後と落ち込み規定打席を割ってしまう。後半に復帰して活躍したが2年連続打率3割を記録できなかった。 病気に泣かされたが自己最多の11本塁打を記録している。また、9月20日の福岡大英ホークス戦では、プロ野球再編問題から発展した、日本初のプロ野球ストライキ明けの初戦となった、この試合前に新女の発案により、一昨日、昨日と試合できなくて、ごめん、ジョイと称したパフォーマンスに参加し、5名の同僚外野手で、秘密戦隊、 ゴレンジャーのかぶり物をかぶってシートノックを受けた。2005年、この年にヤクルトスワローズから FA 宣言をして海外移籍を目指していた稲葉敦敷が海外移籍を断念して日本ハムに入団し外野で争いが熾烈になった。相手チームの先発が左投手の時はスタメンを外されることが多くなるが、対左投手の成績は58打数18安打、打率。 310を記録している。交流戦で調子を落としたものの、7から9月に復調する。特に9月は41打数18安打で打率。439を記録。規定打席には届かなかったがチームで唯一の打率3割をマークする。また、守備でもパリーグ2となる11補殺を記録するなど、攻守での活躍も光った。株式会社スーパーエージェントとマネジメント契約。 2006年はオープン戦で故障。この年に座骨神経痛を発症し、苦しいシーズンを迎えることになる。シーズンを通してほとんど打席に立てない日が続き、4から5月は1打席も立てない状況になっていた。そして8月6日の対西ブライオンズ戦の守備で、左中間に飛んだ打球を、ダイビングキャッチで補給しようとしたが取れずそのまま地面に叩きつけられてしまう。 この時に右肩を負傷し、登録抹消された。シーズン終了後に、球団からトレード要因通告を受けるが、高年校や怪我勝ちなどの理由でトレードがまとまらず、球団から戦力外通告を受けた。現役続行を希望して12球団、合同トライアウトを2度受けたが契約に至らず、アメリカ行きを決意して、チームを調査している中、12月27日に、 推定9000万円から2000万円への大幅、減法の上、日本ハムと異例の再契約を結んだ。2007年、開幕戦を7番レフトでスタメン出場した。前半戦は好調で、打率3割以上を記録しており、主に左翼主としてスタメン出場した。交流戦以降は、工藤隆人の台頭もあり、終盤はスタメン出場は減少したが、 代打で17打数7安打打率421と代打でも結果を残した。最終的に100試合に出場し、選手生命の危機からの復活を果たす。規定打席に満たないものの打率283を記録。大事な場面での勝負強さを発揮し、この年はプロ入りして初のサヨナラヒットを記録している。2008年は悩まされていた。 座骨神経痛の影響で年間通してほとんど打席に立てない状況が続き、26試合の出場に終わるが、クライマックスシリーズ第1ステージの2戦目で稲葉厚式の代わりにスタメン起用され、1試合4安打の大活躍をするなどの存在感を見せた。2009年は開幕から左の代打の切り札としての地位を確立し、スタメン起用は減ったが、 パリーグ最多の55回の代打起用、49打数15、アンダー8打点で、シーズン代打打率、306を記録する。2010年は、外野人が、稲葉、糸井、森本、陽太鼓など、起用選手が、ほぼ固定されてしまい、出場機会を求めて一塁手としての練習もしていた。なお一塁手挑戦に関して、大学時代に一イニング守ったぐらいしか経験がない。 と語っている。試合では稲葉が一塁へコンバートされたこともあり一軍で一塁手としての起用はなかったが、練習では本職の外野と併用して続けていた。シーズン序盤は代打として活躍し打率も3割をキープし、3月22日の福岡ソフトバンクホークス戦に、ニ岡智との代打として出場し、 久米ユウから右翼戦へ2点的時にルイ打を放ち史上434人目となるプロ入り通算戦試合出場を果たした。しかしその後、肉離れや座骨神経痛の再発などで出場試合数が激減。シーズン中盤に一軍登録を抹消される。2軍では打率341と高打率を残すもなかなか一軍に呼ばれなかった。軍では数試合として、 スタメン出場した。シーズン終盤に再び一軍に昇格するも、昇格と同時に、来季の構想から外れていることを、球団から通告されていた。翌年に、日本ハムのユニフォームを着てプレーできないことを知りながら、試合に出場していたが、昇格してから一本もヒットが打てずに2010年シーズンを終了した。同年10月2日に、 球団は二度目の戦力外通告を行うと同時に二軍打撃コーチ就任を要請したが、残り26本に迫った通算1000本安打を達成したいことと、雑骨神経痛や肉離れなどの今まで苦しんできた怪我が治ったからには、まだ現役でやれるという本人の強い気持ちもあり、球団は本人の意見を尊重し、対談が決まった。さらに対談が決定した時に、球団は、 2006年の時みたいに今回は再契約しないと通告しているため2011年にファイターズのユニフォームは着られないことが決まった遺跡当初からつけていた背番号7は2011年から糸井義雄が着用することになったまた対談会見で信仰のある一郎にアホな選択だったかなとメールしたことも明かし一郎から怪我が治って自分の力を試したいと思うのは 当然と変身が来たのも現役続行への後押しになったことも話している。オリックス時代2011年1月17日にかねてから獲得の報道があったオリックスバファローズが獲得を発表した。1年契約で背番号は0 0に決定。坪井獲得に岡田秋信監督は阪神で一緒に戦った選手やし、数字以外の目に見えない力もプラスになると、 若手選手の模範役としても期待している獲得だったと語っている。オリックスの準本拠地であるホットモッドフィールド神戸で新入団を受けての取材で岡田監督の目指す野球にできるだけ貢献できるように自分のプレーをしたいと話している。2011年開幕当初から調子が上がらずに軍生活が続いていたが6月28日に一軍登録され、 当日の埼玉西武ライオンズ戦で代打として出場し、移籍後初打席、初安打、初打点となる中越え時に累打を記録する。しかし、7月4日にチーム事情の関係で一軍登録抹消されて以降、一度も昇格することなくシーズン終了。一軍では3試合の出場で8打数に安打と、まずまずの結果だった。しかし、その後10月9日に、 球団から戦力外通告を受けるが、坪井は現役続行を希望してトレーニングを続けていた。日本球団から声がかからなかったため、2012年から米独立リーグに参戦。2014年8月14日に日本球界に復帰することなく現役引退を発表したため、一軍最終出場は2011年6月30日付となっている。2012年、 アメリカ・アリゾナ州で行われているウィンターリーグに特別招待選手として参加。ノースアメリカンリーグに加盟しているチコアウトローズに所属し、リーグ打撃成績で打率。483の高成績を残す。公式戦終了後はアメリカでトレーニングを続け、3月7日に日本に帰国。自身の公式ブログで、 アメリカの独立リーグ数球団から獲得の誘いがあったことを明かした。5月中旬、ノースアメリカンリーグのサンラファエルパシフィックスでプレーするために飛べパシフィックスでは主に2番でスタメン出場をしていたが、7月4日の試合中に打球をダイビングキャッチした際に左肩を捻挫し、7月7日に解雇される。その後、トライアウトを受けて8月7日に、 独立リーグアメリカガソシエーションのゲイリー・サウス署は、レールキャッツに入団が決定したことを発表したが、チーム方針転換のため10日に解雇される。同月中にノースアメリカンリーグのリオングランデバレー、ホワイト・ウィングスに所属し、8月14日の試合から出場。その後、2012年シーズン終了後は、所属先未定となっていたが、2013年も、 アメリカで現役続行するためにリハビリを続けると公式ブログで表明する。2013年6月からユナイテッドリーグベースボールのエディンバーグロードランナーズでプレーすることが決まる。だが同月27日ハムストリングを痛めて解雇された。2014年アトランティックリーグのランカスターバーンストーマーズでプレーすることで大筋合意した。このリーグは米国。 独立リーグの中で最もメジャーに近く、全、ロッテの渡辺俊介や前、オリックスの梶本裕介も同リーグに所属していた。開幕から1、2番打者としてスタメン出場して、結果も残していたが、ある試合で1塁に出塁した際に偽装スタートを何度か切ったら、打者が集中できないから走る格好などするなと怒りを買い、出場選手登録を抹消された。 またランカスターは、球団が選手に対し、地元の人の家にホームステイする形で住居を供給していたが、坪井には当初からホームステイ先が与えられず、ホームステイ先が決まるまでは、自費でホテル暮らしをしたり、同乗したチームメイトのホームステイ先に転がり込むものの監督にばれて、家を追い出されるといった苦労を経験した。そして同年8月14日に、現役引退を発表。 引退理由については、他のチームでプレイすることも考えたが、このリーグが独立リーグの中で一番レベルが高く、ここよりレベルを落としたチームでプレイしても上へ上がれる。可能性はない。その可能性がなくなって使われないなら、もう野球をやる意味がない。ここまで甘えさせてもらった家族の生活もある。後悔はない。と語っている。翌日に自身のブログでも、 現役引退についての記事を投稿した。坪井が現役引退を発表した時に和田豊監督は信氏のような感じで前田みたいなタイプだった。とことん突き詰めていってね。最初は一郎と比較されるのを嫌がっていたけどねと振り返ったり坪井の一年遅れでプロ入りした福原忍投手はニュースで知りました。僕もお世話になったので寂しいですね。 やりきったんだとは思いますけれどと、古巣阪神の同僚らが、新聞にコメントを発表。現役時代の元同僚や後輩から、ねぎらいのメールをもらい、栗山秀樹や、谷繁元信、中畑清志らからも、お疲れ様、辛かっただろと温かい言葉をかけてもらったこと。巨人の原辰徳監督からは、現役時代は話したこともなかったのに、坪井君。くん。 君は本当に野球が好きなんだね。そういう人材は野球界の宝だ。君の経験を還元していかなければいけないよと言ってもらってたことも話している。引退発表後は公式戦のテレビ中継にゲスト解説として出演するなど、古巣である阪神タイガースや北海道、日本ハムファイターズの試合を中心に野球解説者として活動していた。 2014年9月11日には、フルス阪神の本拠地、甲子園球場のマウンドで、始球式を行った。2014年10月31日、自身の公式ブログとツイッターで、2015年に横浜 DNA ベイスターズの一軍撃コ高地補佐に就任することを発表した。背番号は77。監督がアレックス・ラミレスに変わった2016年も引き続き、 打撃コーチを務める。監督のラミレスは、坪井のコーチとしての手腕を、特に左打者には、準備をしっかりさせてくれていると評価している。現在は、補佐ではなく一軍打撃コーチとして選手に指導している。左右に打ち分けるセンスを持ち、バットコントロールが優れている。入団一年目の活躍もあり、阪神の、球団新人記録を多く保持していた。東芝時代、練習では、 金属バットを使用せず木製バットを使用していた。当時の社会人野球は高校野球と同様、公式試合では金属バットを使用していた。坪井はプロを木刺していたので、僕は木製バットで練習をやっていました。東芝の監督やコーチにも金属バットで練習しろと言われたけど、生意気言わせてもらって木で練習していました。金属バットは軽いし飛ぶし、 バットを振り回してしまうんですよねと語っている。私生活では食生活などにも徹底管理をしていた。大好きなものが体にすごく悪かったり、大嫌いなものが体にめちゃめちゃ良かったり、栄養士の先生に教えてもらいながらいやいや、食べたこともあります。妻と三人四つ足でやってきて、今の自分があると思っているので、そのことに関しては胸を張りたいと話している。 幼少時代からドラフト会議でプロに指名されて喜んでいる選手をテレビで見てもこれからが大変なのにあんなに喜んでいる場合じゃないぞと父親に言われて育ってきたこともありドラフト指名された時はああこれから大変だなと思った記憶しかないんです全然喜ぶ気にはなれませんでした特に社会人からの入団だけに即戦力として求められている ずっと東芝にいれば一生安泰だろうけど、プロは3年やってダメなら首だろうなという気持ちにしかなれなかったですね。と語っている。坪井の長男は父に憧れ、野球を始めた当初は右打ちだったが左打ちに変更している。そして、父親が叶えられなかった甲子園出場を目指し、創始学園高等学校の公式野球部にところ、属している。阪神時代は、 メディアの人間を寄せ付けない空気を出していた。本人は僕は弱い人間なので活字になったものを目にしてしまうと人より落ち込み度が高いと思う。自分を守るために本音は言いませんでしたこととその空気を変えたのが阪神時代のチームメートで2004年に日本ハムに移籍してきた新庄剛志だった。坪井は新庄のパフォーマンスに参加するようになってからからを 敗れたと話す自分の殻に閉じこもって、ただ野球をやっているだけじゃダメだって、いつも言われていましたし、球団も、ファンサービスファーストというチームカラーでしたからねと、話している。大のコーヒー好きであり、札幌市に本社を置き、ラジオ番組を放送していた財務コンサルタント事業を、行っている、株式会社グーゲンへの番組出演をきっかけに、 石狩市の特密コーヒーと偶然の共同計画で、つぼいコーヒーをネットや偶然本社にて販売している。2007年1月5日に TBS テレビで放映されたドキュメンタリー番組、プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちにて、日本ハムを解雇されてから再雇用されるまでの、いきさつが紹介された。同番組のラストは、 日本ハムとの再契約の際の記者会見で、意気込みを語る姿でもう這い上がるしかないですからと語っている。札幌ドームの偉い人から、坪井い選手の野球に取り組んでいる姿が好きです。いつでも施設を使ってくださいとメッセージをもらい、野球バカでも一生懸命やってたらこうやって助けてくれる人がいるんだなぁ、と当時しみじみ思い、感動したことを思い出させてくれる。 と自身のブログで語っている。現役引退後に、週刊ベースボールのインタビューで、今まで対戦した中でナンバーワンの投手はと聞かれた際に、松坂大輔や金子千尋など素晴らしい投手はたくさん、いたが、特に、斉藤和美は負けない投手で、彼の背中から炎が見えるようだった。マウンド上に立っている斉藤は背後に何かが見える、感じ、彼が、 どのような気持ちで投げていたかわからないですけど、すごく伝わるものがありました。あんなにマウンド上で大きく近く感じた投手はいません。味方が点を取らなくても自分が点を取られない。0対0の試合展開でも最終的に1対0で勝つ。特に沢村賞を獲得したシーズンはすごかったですね。と語っている。また自身のブログでもナンバーワン投手は 斉藤和美と述べている。前日の通り、2016年に高山俊が自身の記録した新人シーズン最多安打を塗り替えたが、坪井は自身の135安打が当時の球団新人記録だとは知らず、高山がヒットを重ねて、坪井の球団記録に近づいたという報道が相次いで流れたことで知ったという。また坪井は高山について、鉱山を初めて見たとき、 一年目から三割打てる選手と思った。それくらいの力がある。阪神はよそと違って重圧がすごい。その中での好成績だから胸を張っていいとも語っている。野球では左投げ左打であったが、箸は右手で持つ。交友うう関係では、新庄剛志、イ力リ優作、稲葉厚敷、一郎とは特に仲が良い。阪神時代からの中である新庄が、 メジャーリーグから北海道日本ハムファイターズに入団する決め手の一つに全く知らない選手ばかりいる中で阪神時代からの中である坪井がいたことが大きかったと語っている。坪井も新庄さんとまた野球ができることは本当に嬉しいですよと話している。2006年の日本シリーズでチームが日本一になった瞬間、選手たちがベンチから マウンドのマイケル中村の周りに行き、喜ぶ中、つぼいだけはマウンドを通り過ぎ外野に向かった。外野で森本木明と抱き合った後に一人で泣きながら、ベンチにゆっくりと戻ってくる新庄のもとへ真っ先に駆け寄り、新庄と抱き合った。また、新庄強が2020年にプロ野球選手として現役復帰を目指すことを宣言し、 合同トライアウトに向けて試合形式で練習している。際にも、新庄の練習先に向かい、新庄にバッティングのアドバイスをしている。阪神時代には、PL 学園時代の後輩だが、プロでは、先輩となる、今岡誠とも仲が良かった。入木キ優作とは、PL 学園時代に、寮で同室であった。坪井は、プロ入り後、もし、 イリキさんが同室じゃなかったらどうなっていたかわからないと話している。また、坪井が2006年のシーズンオフに戦力外通告を受けて2回目のトライアウトに向けてトレーニングを行う中、バッティング練習に嘆き投手として一役買ったように坪井との親交は深い。イリキは高校時代から坪井は実の弟より可愛いやつだよと知り合いに話していたように PL 学園時代から坪井を可愛がっていた。稲葉敦敷とは大学時代から共通の友人がいて面識があった。稲葉がプロ入り後に実はバットが欲しいんですけど、と坪井が稲葉に電話したことがあった。電話を取った稲葉の第一声が、おお、坪、どうしただった。当時アマチュア時代の坪井にそういう反応で電話を取ってくれるプロ野球選手がいるんだなと思ったのは、 今でも覚えています。人との壁がない。いい人というイメージしかないですね。と、稲葉とのエピソードを現役引退後に話している。また、稲葉が2005年に日本ハムに席した時は、ようこそ。と、稲葉の加入を歓迎した。坪井がオリックスを戦力外になり、米国独立リーグ挑戦時には稲葉に連絡をし、2014年、限りで、 現役引退すると決めたときは、稲葉から連絡をもらった。逆に稲葉が現役引退を発表したとき、稲葉の膝の調子が良くないことを知っていた坪井は、体をいたわって、ゆっくり休んでください。長い間、お疲れ様でしたとメールを送っている。坪井は、稲葉の引退に、たとえ膝が悪くて守備ができなくても、代打一本、もしくは DH だったらまだまだできるんじゃないかという。 思いが半分、もう半分は、そういえば、全力疾走ができなくなったら、やめるときだと言っていたな、という思いでした。半分半分です。でもまあ、体の痛みを我慢しながらやっていたと思うので、僕からは、お疲れ様としか言えないですね。と、今場の現役引退を惜しんでいた。坪井が一郎の存在を知ったのは、高校の時で、 愛好大名伝高校に入学した知人を通して、鈴木っていうすごい奴がいるという話を聞いていた。一郎も坪井の知人を通して、PL 学園に坪井って奴がいるよという話を聞いていて、高校時代からそれぞれの存在は認識していた。そして坪井がプロ入りした1998年に当時阪神の打撃コーチを務めていた福本豊がオープン戦で、 ウォーミングアップしていた時にたまたま一郎が近くにいて、同じ左バッターの新人だから色々教えてやってくれと、つぼいを紹介した。その後食事に行った時に連絡先を交換した。この時が一郎との初対面になる。一郎は、つぼいの第一印象はと聞かれ、僕と同じように足上げて打ってて、俺の方が先だっていう話が出回って、こいつふざけんな。 手と話しているように会う前の印象は決していいものではなかったが、坪井と食事に行き直接話していて感じたのは好奇心が大きな人と坪井に対する印象が変わったことを話している。そして信仰が深まり、2001年のオフシーズンから毎年1月頃にはイチローのフルスオリックスのスカイマークスタジアムで合同自主トレを行うほどの中になった。 この合同自主トレは坪井が阪神から日本ハムオリックスに移籍した後にも続けられていた。一郎は坪井が2006.2010年に日本ハムから2011年にオリックスから戦力外通告を受け、現役にこだわってトレーニングを続けていた坪井をメールで励ましていた。2011年にオリックスに入団が決まり、 ほっともっとフィールド神戸で新入団を受けての取材対応を予定した坪井に合わせ、一郎も自主トレを観光している。この時に一郎は背番号51をつけて欲しかったね、と坪井のオリックス入団を祝福。あいつは野球が大好き。そういう選手が現役でプレーできる立場をつかんだわけだから、その事実が良かったと話している。坪井は一郎のことを 野球生活の中で一番影響を受けた人物と話し引退を決断した時に家族以外で最初に報告したのは一郎で3.4時間ずっと喋ってました。相談ではなく引退の報告というか意思を伝えに行きました。野球人生の中で一番影響を受けた人物ですし尊敬している。一郎は独立リーグの環境の悪さとか びっくりしていましたと引退会見で明かした。坪井が現役引退することを本人から直接聞いた一郎は事実を突き詰めていく自分の能力のいけるところまでっていうのは常に感じていた。それはいくつになってもそう、今年もそうだった。野球が好きと言っても子供のリトルリーグのそういう感覚じゃない。ストレスがないものではないと坪井の野球に対する姿勢に。 共感していたと同時に、好きで野球をやっている。それを決めるのが大変なタイプ。怪我でやれなかったのは、残念と坪井の現役引退を残念がっていた。坪井自身も引退会見で、できるなら10年、20年、30年野球を続けたい。今でも野球は大好きと現役引退に未練も覗かせていた。一郎が2018年5月3日。 マリナーズとスペシャルアシスタントアドバイザー、会長不特別補佐の契約を結び、選手としては今季の残り試合は出場しないことが発表された。これにより半永久的にマリナーズに止まることとなった。この報道に対して、坪井は僕はプレイヤーとしての彼を見ていたいので応援するというスタンスに変わりはない。映像を見ていてもまだできると思う。 単純にプレイしている姿を見たいし応援したいとコメントし2018年に一郎がマリナーズに復帰することが決定した際には祝福メールを送り今もオフには熱い談義を交わす中である2019年3月21日をもって一郎が現役引退すると発表した際僕の野球人生にすごく影響を与えてくれた人ただただ驚いている 50歳までできると思っていた。毎年一緒に練習をしていて、今も勉強のために自主トレイを見させてもらっている。動きは変わらないし、まだできると思っている。春先が悪いのは、いつものことだから心配していなかったとオープン戦の不調は気にしていなかったが、突然の引退発表に驚いていた。また、打撃コーチ就任後のコーチングへのアドバイスを、 もらっていたことも明かし、45歳であれだけ動けるのは、脅威でしかない。打席に立てばまた打ち出すんじゃないかって期待もある。でも彼が決めたことだから、と一郎の現役引退を惜しんだ。阪神タイガースに所属していた若手時代から近くで、一郎の姿を見てきたつぼいは、友達であり、野球選手として付き合ってきた。いろいろなことを考えていて私生活もすべて野球に、 捧げてきた人と一郎の現役時代を振り返った。3月20日のマリナーズ開幕戦では、東京ドームに駆けつけ、国民的ヒーローなんだと改めて感じた。昨夜の会見も、すべて見たけどさすがですねと敬意を表した。青山学院時代に、バッティングフォームを、阪神入団時のような振り子打法に切り替えた。当時の監督である川原井正夫は、坪井は、 インコースの球に差し込まれるケースが多かった。本人は否定していたが、それを克服しようと試行錯誤してたどり着いたのが、少し体を開いた状態で打つようになったフォームだった、と語っている。坪井が振り子打法に切り替えたのは、大学3年時で、当時は佐々木誠のように足を大きく上げてタイミングを取るスタイルだったが、変化球に弱く三振が多いことに悩んでいた。 打撃で悩んでいた、同時期に、一郎が、振り子打法で、大ブレイクするのを見て、変化球に対応するには、あの打法がええんちゃうのと、振り子打法を真似したのが始まりだった。しかし、ただ単に一郎の振り子打法を真似しても試合で、打ってないから、自分なりにアレンジして少しずつ試合で打てるようになった、と、現役引退後に述べている。ありがとうございます。